落としてくると、はい、ここなんです。だからこれだけ高いものを塩ビ服を作らないと使えてしまうわけですね。そうするとこれが浮くわけですね。ダンス用の塩ビ服は踊っている時の肩の線、背中の線が美しいシルエットを描くように仕立てなければなりません。真鍋さんは1ミリの肩の工程にこだわります。前肩ってこちらへ来るようにこうしゃくれてますね。これが一番難しい。洋服の動作は前へ前へですから、どうしても前肩を入れるということが一番難しいわけですね。真鍋さんはほとんどミシンを使いません。丹念な細かい手縫いで仕上げていきます。真鍋さんは遅くまでかかって仮縫いを仕上げます。そして翌日井出口さんと会う。でもお店で会うわけではありません。ダンスフロアのあるところ、つまりダンス教室で試着することになります。井出口さん夫妻は服が完成するまでに2回上京。最高の技が結集した塩ビ服を仕立ててもらうには面倒くさがってはいけません。恐れ入ります。踊っていただきます。すいません。お願いします。真鍋さんもなぜか踊り出しました。陽気な方ですね。それは実は冗談で、真鍋さんは井出口さんの肩の線と全体のシルエットを見つめているのです。細かいところをチェック真後ろ、真横、斜め、あらゆる角度からチェック、はい、先生の動きが素晴らしく、はい、いいですね。ありがとうございます。なんか額にうっすらと汗をかいて、はいはいはい、これは大変なこの仮縫いですね。そうですね、まあ、やっぱり背が生命なんですよ。でご本人2人は分からないんですよね、全く。で分かるのは私だけです。観客、はい、背中のね。それでいわゆる着る洋服と塩ビ服っていうのは違うわけです。着る洋服はこうこのままで綺麗に作りますけどね、塩ビ服っていうのは踊ってですから、それでホールドしてショルダーラインが綺麗にいってね、それから綺麗にいくという、はい、そういうところを動いていただいて初めて見る、はい、最初の時ってどんな気持ちでした？後ろからこうついてくる方がいるっていでもそれだけいいものができるんだろうと、はい、期待してました。はい、で仮縫いですね。日本一の仕立て屋さんが作った塩ビ服が完成しました。北九州市でダンス教室を開いている井出口さん夫妻のもとへ特別にお届けに出向いたのは木の内美穂。あ、これだ。井出口ダンススクールありました。あった。3階このビルの3階です。もう持ってきましたよ。この真鍋さんから預かってきました。そうですか。塩ビ、結局これおいくらだったんでしょうか？43万円です。あ、奥様43万円ポンと登場です。生徒たちの見守る中でお披露目です。なかなかいいですね、出来が。いいですか、はい、着心地としてはいいですね、軽くてですね、この僕はこのラインが今度特に気に入ったんですけどね。今度この塩ビを着られるのはいつなんでしょうか？今度はブラックプール、5月の、それは大会です。そうですね、世界で一番大きな大会があるんですよ。自信のほどはその大会での。そうですか。競合多いですから難しいですけどでもいい踊りをしたいと思ってます。真鍋さんの塩ビ服を着るようになってから井出口夫妻は2年連続で九州チャンピオンとなりました。新たにあつらえた塩ビ服は全英大会の上位入賞を目指してのものです。チャルウィダンス、社交ダンス流行の背景に日本一の技と情熱がありました。綺麗な工場。窓がない。洋
祭みたいな建物ですね。この工場では高品質のパンが作られています。昨年東京を中心に日本一の売り上げを誇った新製品の食パンもこうした工場で開発されました。赤ちゃんからお年寄りまで国民一人当たり年間2袋半を買った感情になるその食パンはパスコの銀線です。新製品がヒットするか否かは企業にとって死活問題。製パン業界はどれほど厳しいものなのでしょう。やはり各メーカーさんこの情報はかなり毎週チェックしているようですね。そうですね。いろんなの問い合わせありますね。やはりね、自分のところの製品がどれぐらいのポジションにあるかっていうのが一番興味ある情報としてですね。最近4週間に絞って出したんですけども、はい、普通の食パンが、全部で373。うわ、すごい種類出てますね。566というのは、これを1年間にすると566、だいたい200弱が消えてしまったということになります。次々と新製品が出ては消え、出ては消えの中ですからね。開発室、そうですよ。ここからその日本一のパンが生まれる。そうです。ここが部屋ですね。飽きやすい消費者、新製品の開発は急務です。このパンでもこれはもうまっすぐしく何回ぐらいだったら10回、20回、30回ぐらい、はい、30回ぐらい何度も配合変えてパン作ってます、でやっとまあここに近い完成に近いところまで来たんです。試作品ができた。こういう山形にですね、思い切ってイーストの発酵を伸ばしてやるというこだわったパンです。でこれはこういうふうに剥がれますです。薄く剥がれますが、これがあの発酵と練りがうまくいってる一つの証です。試食会に出される時のその気持ちっていうのはどういうもんなんでしょうか。まあ私はまだ娘をお嫁に出したことないんですけど、自分で手塩をかけた娘がお嫁に行くような、まあ、感じを持ってはおります。新製品の検討会は月に2回開かれます。1回に10種類ほどの試作品を検討します。じゃあ次ですけれども、カントリーハートの、まあ、6枚スライス、6枚スライス、まあ、食パンです。でまあ、氷が、まあ、300円を狙いたい。いや、ここ食べるの、食べて美味しいというのは事実なんだけど、市場でこれで売り込むのは大変ですよ。これだって過去に見てもさ、そういうカントリーホワイトだとかマインドーラーだとか、まあ昔話した教師なんだけど、ことごとく失敗したよ。思うけど厳しい意見が飛び交う。この会議っていうのはこうクリアするのは大変ですね。これね、そうですね。いくら工場で一生懸命やってきて、ここをまずクリアしないと発売されないわけですもんね。そうですね、はい。嫌な会議ですね。まあそれこれ通ってください。通ってからこそ、まあ、売れるパンに育つというね。28億円を売り上げた銀線に代わる食パンは出るか。熾烈な日本一争いは今年も続く。新橋のこの辺だな。サメの皮でわさびをおろす小料理屋さんがあるそうです。こんにちは。はい、どうも。中村さん。そう、中村。カメ肌と言いますが、ごっついものなんですね。このわさびで食べる、これが一番いいんですよ。醤油つけないのよ。つけないの。つけないの。こうやってね。うん、味見てください。合うね。醤油なんかいらないね。いらない。本当のわさびの味と、これで召し上がっていただくといいです。わさびってこんなに香りが強かった？ちょっと見して。これこんなに買ってんですか。こうやって、これはちょっと小ぶりだね。こんなに使うもんですか。使いますよ、毎日だもん。はあ、はあ、はあ。で毎日きれいに洗っていくの。はい。うん。で、きれいにかえて洗っていくとこうなるの。これ水つけると、匂わない。匂わない、匂わない。もうだからこれが匂わないでしょ。これが上手なんです、あの方の、あれですよ、職人芸。腕はいいのかね。腕はいいんですよ。日本一？日本一だね、私から言えば。おかみが日本一と推薦するサメのさばきの名人は、にぎわう築地の一角にいました。おはようございます。
ここはちょっと静かですね、随分。ここ静かですね。あ、静かだ、今少ないだろ。サメ焼きは少ないですか。ね、商売にならない。本当にね。昔はすごかったですか。そうですよ、やっぱりザーッと並んじゃって。これ全部サメだった。うん。本当サメ肌ってのは本当だよね。皮が硬く背骨が1本通っているだけのサメは背骨の関節にうまく包丁を入れないときれいにさばけない。熟達した職人芸が必要だといいます。サメの種類によってみんな水の引き方もみんな違ってくるわけ。サメでも種類があるんだ、うん、これはね青ダメってはっぺんやなんかに近いやつね。サメだけ、これはサメ専門。これは、ね、薄葉でしょ、うん、他の魚に使うと歯がボロボロこぼれちゃう。サメを扱うには包丁をカミソリのように研ぐ技を身につけるのが第一歩。一人前に研げるようになるまで10年かかるそうです。あ、この皮はね、うん、ほら、あのサメの皮とは違うじゃないですか。ザラザラは全然違うの。ザラザラじゃないの。ザラザラじゃないの、うん、これがね、これはコロザメ。コロザメ、これはだいたいこういう形をこういう形をしたサメなんですよ、うん、1年間に2枚か3枚しか入ってこない。はあ。いや、この築地でもおじさん一人、おじさん一人だって私だってもうやめますよ。だって仕事がねえんだもん。これじゃ食っていけねえんだもん。この道46年、日本一のサメさばきの名人は水揚げのめっきり減ったサメを待っています。昔は十数人いた同業者も今はなく、後継者もいない、ちょっぴり寂しい日本一です。あの看板派手だな。レストラン喫茶、あ、上とこ特許、日本一下手な歌手。こともあろうに日本一の下手をアピールする歌手も珍しい。上渡子さん、上渡子さんですか。はい、そうです。日本一歌の下手な歌手。下手なんです。特許でございます。特許っていうのはどうして特許。日本国政府の特許庁が認めた日本一下手な歌手なんでございます。皆さん大抵世の中の人、うまいうまい、私が上手、俺はうまいとかって言うじゃないですか。私は下手なんだから、下手って言って特許取ったらどうかしらっていうんで商標登録をさせていただいたんです。日本一下手、あ、本当だ。日本一下手な歌手、上渡子恵子。ちょっとこれ特許庁、日本国特許庁ですからね。第26類です。これはね、あの弁理士さんがやってくださる。弁理士さんって、これ弁理士、菅直人さん。菅直人って、菅直人さんって弁理士さんですよ。厚生大臣と同姓同名の弁理士さんとは面白い。どんな方かお会いして日本一下手な歌手の特許登録について伺ってみることにしたのですが。こんにちは、お邪魔いたします。お母さん、おめでとうございます。はがきを、なんとその人は弁理士の、いや、厚生大臣の菅さんだ。今北海道から帰ってきたのかな。また歌も歌ってきたの。お話ししてね。どうも初めまして、はい、そこが知りたいの木の内です。よろしくお願いします。今日お忙しいのにすみません、はい、あ、でもなんかお友達感覚でお話しなさる。いや、もう本当に長い大臣さんだから、もうちょっと言葉丁寧にしなきゃいけないのかしら。でもね、今更気取ってもしょうがない。でも随分あの古いお付き合いのようで、私の選挙の時にね、ケイちゃんがね、ケイちゃんがなんかね、他の人を応援してたんですよ。それで他の人を応援してて、そして道で会ったら菅さんがすっごくかっこよかったんで、いきなり菅さんが素敵って菅さんのファンになっちゃった。あ、そうだったんですか。で、ところで今回はその上渡子さんの日本一下手な歌手を登録なさったという。前々から菅さんは弁理士だって知ってましたのでね、じゃあお願いしようって。いや、もうよく歌も聞いてましたから。これはぴったりだと思って。私も実は自分でも発明をしたことがあってですね。で、この間ある雑誌にこう取り上げられてですね、はい、で、これはまたなかなか 大発明だったんですけどね。当時はもう世界的発明だったんですね。それ何だったんでしょうか。麻雀の点数計算機って言うんですけどね。ちょっとってやるとこ点数がポッと出るんですよね。あの、ジャンタックっていうのもやっつけたんだけど、ジャンタックを株式会社かとこんなに予定だったんですけどね。
まあ町の発明家だったからちょっと別の道を歩んだんですけどね。でもその時に